カレッジタウン、ないし、カレッジタウン八王子は、東京都八王子市大和田町にある、バブル期の1988年に開業した、豪華で大規模な学生マンション。当初は、ワンルームから 2K、面積にして、およそ17平方メートルから27平方メートルの625室で開業し、施設内には、レストラン、レンタルショップ、アルバイト紹介所、クリーニング店、 ビジネススクールなどが備えられていた。1号棟と2号棟は地上10階、地下3階建て、3号棟は地上5階、地下1階建てで、いずれの棟も中庭を持ち平面図にすると、八内市が連なる形をしているが、これは学生の可能性を表現したものとされる。2017年時点では、3棟延べ723個があり、ランドリールーム、レストラン、 学習室、図書室、防音室などが教養施設として備えられている。総工費200億円と言われ、1987年11月25日に竣工したカレージタウンは、不動産会社ライベックスが所有権を小口に分割して販売し、購入額の年5%ほどのリース料を保証するというオーナーズシステムと称する仕組みで運営していた。 3棟の建物は当時は A 棟、B 棟、C 棟と称されており、1992年の時点では A 棟の一部が研修用宿泊施設となっており、残りの部分に延べ625個のワンルームがあったとされる。1992年4月にライベックスが破綻するとオーナーたちへのリース料の支払いが停止し、また入居者から集金されていた。 公共料金の預かり金も管理会社が流用して失われ、電話、水道、電気、ガスの供給停止が予告される事態が生じた。オーナーたちは自主管理を目指して管理組合を結成したが、ライベックスに融資していたと称し、管理権を引き継いだと主張するカレッジタウン社との間で対立が起き、10月には部屋の明け渡しなどを求める訴訟が提起され、対立の中で、 管理会社がオーナー側に料金を支払っていた学生の部屋の電話を止めるといった事態も生じた。こうした状況の中で入居者の退去が続き、建物はゴーストタウンのようになったという。一連の裁判では、1994年11月に、シームネについてオーナー側勝訴の判決が出た。以降、オーナー側は一連の裁判に勝訴して、管理会社の不法占拠を排除し、 ようやく1997年に入居募集を再開した。2000年には新カレッジタウン管理組合法人によってこの間の経緯をまとめた書籍カレッジタウン八王子不動産金融商品の神話と現実夢を取り戻した人たちの記録が刊行された。管理組合結成から10周年となった2002年の時点までに入居率約95%と高い水準を 回復した。2003年には、新カレッジタウン管理組合を母体として、NPO 法人マンション、留学生、yy コムネット八王子が設立され、マンションに関する相談に当たったり、地域交流行事などに取り組んでいる。ありがとうございます。